皆さんこんにちは、よしきです。今回よしきが読んだ超個人的おすすめ小説で紹介する作品はこちら、繰り返す桜の下で君と、著作須尾司、イラストあちき、メディアワークス文庫から2016年11月25日初版発行。こちらをご紹介していきます。よしきが読んだ超個人的おすすめ小説。今回もこちら、メモを用意していますので、そちらを見ながらやらせていただきたいと思います。こちらの作品、ジャンルが青春、恋愛、不思議、このようなジャンルになっています。僕がものすごく好きなジャンルですね。繰り返す時間をかける少年少女たちの青春。あらすじ。高校1年の少年望月譲はある日、自分がいつの間にか入学式に戻っていることに気がついた。疑問書を浮かべながら登校した彼は、同じ境遇の生徒会長から驚愕の事実を聞かされる。学校の一定人数が入学式から桜の散るまでの繰り返す時間の中にいること、そしてここから出ていく方法はこのループの中で誰かと恋人になること。ループの外に好きな人がいるゆずるは、彼女がこの世界に訪れるのを待つことを決めるが、同時にループに3年以上溜まっているというある少女のことが気になり始めて。以上があらすじになります。こちらのあらすじはメディアワークスのホームページから参照しております。さて、こちらの作品なんですけれども、僕が一番最初に読んだのは約半年ほど前になります。ですがこちらの作品非常に面白いので、何度も繰り返し読んでしまいました。それではこちらの作品を詳しくご紹介していきたいと思います。こちらの作品はいわゆるループものにあたります。こちらあらすじ通り、ループにはまっている誰かと恋人にならないとループから抜け出せないという、とても面白い設定であり、また理不尽な恋物語かなと僕は思っております。しかしそう思っているんですが、読んでいる中この作品の面白さに気づかされました。そして主人公の望月譲、ヒロインの桜庭翔子の出会い、また、桜庭翔子という人物の魅力や物語の進行とともに分かることなども含めて、とても読みどころが満載です。そして極めつけはもちろんラスト、主人公とヒロインの結末がどのようになるのか、皆さんぜひ読んでみてください。そしてここからは僕が超個人的におすすめなポイントをご紹介していきます。個人的な見どころは、ループに入った人との人間関係についてです。本当に恋愛をしないとループから抜け出せないので、これを実際に考えると限られた人の中で恋をしないといけないわけですから、物語の面白さを垣間見ることができます。そして主人公とヒロインの関係性、先ほども言いましたが、最初の出会いやその後についてもとても面白い展開になっています。そしてヒロインが可愛い、もうこれはもうどの作品でも共通なんですけれども、ヒロインは可愛いものです。特に最後の最後がとても可愛いです。ここからは、アドリブになるんですけれども、こちらの作品なんですが、その面白さっていうのがまあいくつもあって、特にその僕が先ほども言いましたが、そのヒロインとの関係性もそうですが、物語の展開がものすごく面白いです。でこちらループを何度もするんですね。そこがものすごく面白いんですよ。でそうですね、その何回も繰り返していくうちに分かったりすることや、そのそれぞれの関係性についてだったりとか、それがねものすごく面白いんです。そしてヒロインの桜庭翔子がどのようにその変わっていくか、もう主人公と出会って変わっていくかっていうのも見どころの一つだと僕は思います。そしてまあこちらの作品なんですけれども、ループものと、まあ、最初に申し上げましたが、ループで、まあ、好きな人が、まあ、外の世界にいる場合はその人を待つか、そのループにはまっている人の中で、まあ、恋をしなくてはいけないんですが、やっぱりそれって実際に考えるとすごく難しいというか、まあそもそも設定としてはありませんが、やっぱりその物語としてものすごく面白いなとやっぱり感じましたね。はい、というわけで以上がアドリブになります。さてこちらの作品をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、できるだけ短くまとめたつもりなんですけれども、どうでしたでしょうか。もちろん、僕の説明で言葉足らずだったこともあるかもしれませんが、皆さんに興味を持っていただけたら幸いでございます。
そしてこの作品なんですが、できれば春にご紹介したかった作品です。ですが春以外に読んでももちろん面白いので、ぜひ皆さん読んでみてください。というわけで今回ご紹介した作品は繰り返す桜の下で君とでした。紹介した本は Amazon のリンク、そして出版社のホームページのリンクを載せておきますので、気になった方はぜひご覧ください。それでは今回の動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。それでは次回紹介する作品をお楽しみに。さよなら。